相棒大東を聞いてくれガポリが1.5周年を迎えたんだってなんだって本当かい東1.5周年なんて驚きだら1足す点5で1.5周年0.5を見つかされて1.5周年さらにガポリのゲーム内にダブル東が登場だ素晴らしい1.5周年って何それ言うなやガポリは1.5周年 どうも、ベニシオガの稲田美紀です。熊本プロレスです。女子合唱コンクールが始まるで口を大きく開けや <laughs> いいんですか<れ>女子が口開けてあ。やっぱりあれはね、もうそれ、ず<ー>っと言われてますけど、あそこ全力で楽しまないと良くないんですよ、やっぱりね。あそこで恥ずかしがってて、<laughs> <ー>後悔してる人何人も見てます。私の周りで。<laughs> あ私も大きい。<laughs> 口で歌っ,て歌ってました男子からあんまり好かれへんくなるっていう事件あったんで <laughs> 私はそっちで後悔してます。<laughs> え私だいぶ皆さんうるさかったよなって結構言われました。それ,それ別ではないんですかそれ歌がうるさかったってこと <laughs> いや声,が声が出てく声がうるさすぎて嫌われてたうん、うん そなんかあります。キー間違えてたんじゃないんですか <laughs> いや、わからん。キー,キーはわからんけども。嫌な音で歌ってたんじゃないですかか <laughs> ないと思う。けど。<laughs> けど <laughs> その時期ですかそうです,そうです、そう <laughs> です、ね。皆さんね、お々の,の歌を、えー、歌っていただけたらなと思います。<laughs> はい、それはそうです。<laughs> <laughs> それでは始めていきましょう。<laughs> メニシうがは、好き好きあ、あー、ああー、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 あ、あ、あ、あ <laughs> これなんかねマジックにでもかかってるんじゃないかっていうぐらいね。 本当に好き好きって言うまで忘れてます。毎回本当にあのみんな信じられないと思うんですけど、ほんまにそこまでああったあったってなるなるなるんです。よそこでそこでなるんですよ。もう怖いわ最近のその忘れてたってやつクワモさん大丈夫かな。いやこれに関しては違うよ。その普段ですとは別件よこれは。だってお菓子もこんなに忘れるの。だってラジオ前とかに何か打ち合わせとかしてると時でも全く思いやさないからこのこと。 ななんんかかそううい魔法がねねしょうもないってしょうもないあのねまずねラジオ関西のね我々やってますけどもこのラジオ関西さんのタイムテーブル10月11月12月号あるんですけどそれの表紙我々いやありがたいです嬉しいです思ってるよりねアップで。

夏やね。ちょっと季節感がね。私はシースルーや私服をね。熊さん麦わら被ってるし。いやすごいわ嬉しい。何これ。いやこれねえと一応も見ていただいた人ねあれなんですけどこのそのポーズねこれあのちょっとさっき誤解されたらちょっとあれなんで言う時なんですけこれあの哲也ととさんのねなんでだろうを被ってるんじゃないかというふうに思われると思う。違うますこれはあの神戸のね。 はい、そうです神戸のマークがあるんです、神戸のロゴと言いますかね、それをあの私は神戸出身なので、パッと思いついてね、やったな、なんでだろうみたいになってたというね、どっちが先、鉄太さんが神戸かはどっちが先？神戸に決まってるやろ、そう言い方じゃあ鉄太郎さんがパクったってことなので、神戸を、鉄太さんはこの瞬間やからだけど、そうそうそう神戸でもちろんさ、さっきはと思うんですよ、これさすがに昔からあったんでこれね。 すごいねこれありがたいどこに置かれてるかホームページ確認してくださいっていう感じらしいんですけどインタビューもね中にね載っててありがとうございます本当に嬉しいねラジオ関西の顔にも慣れてるんでしょうかいやねこんなまさか東京来てねいやありがたいいやなってるんじゃないですかねやっぱお母さんとか気付いてくれるかなお母さんんももそな 取り締めるよ。取り締めるって何。どっち、何、どういうあの、か、はせんから。取り締め、買い締めとか買うってのは全部取っていく。よくない。よくないでくいわかるやつ。いくえ、くえき、全部取っていく。こ友達の分も持って行かなくちゃとか言うて。全部。なんでそんな癒しくする、お母さん。そんな人じゃないで。違う。あの人。すごい情報網というかね、やっぱ友達からかき集めて。やっぱ何もかも知ってるから。その。お母さんって、自分で調べてなくない。 友達がねおじさんはどっちか分からんけど私のお母さんも周りそうでしょ周りからね周りがもうすごい全部いやそうやねそうだからほんまにその何を知ってるか分からんからそのこうするだからこないだ家実家帰って久しぶりにねあや。そうなんや昨日か昨日実家帰ってんけどこいや怖い今の昨日やったわ遠いからさ家遠いからすごい前の子とかのように家が距離があるから結構ね そうそうそう <laughs> で,、あのー、で言ってんけどおうおうちょっとあの最近さよくテレビとかで昔の子供時代の写真をくださいって言われることが増えたから、うん、そのアルバム実家に置いてあるからアルバムもちょっと漁ろうと思って見てて、うん、で、あのー、ほんまにマジでお母さんが写ってる写真1万円もくれへんくなってなんか嫌な使い方されるから写真撮ろうとしてもやめて あんたもどうせ言いやらな使い方すんねんからってあのお母さんが眉毛まで入ったでっかい眼鏡かけてる写真をあまりにも使いすぎててでも全国で流れてたっけいやテレビでは多分いやでも何かで流れてるライブでバレてるのそうライブをだから見てるしえでラジオで喋ったりしたのとまゆりかさんのやつもそうだけどテレビはなんか流してんなそうそうそうちょっとあんま思い出さないけどそうでれぐらいやったんじゃないの あれもだ友達が全部言う。京堂さん似てる写真は？あれは？ライブ？あれはあれはライブね。ライブあれはライブ。あれはでも友達は多分配信ってみてる。なんで友達？いやすごい若いよね。友達。友達が若いね。配信買わへんな。私のお母さん。千私はあの私もこの間帰ってで10月6日このあ今度ねあの免許が祭りまあうちの地元でやるっていうのであのなんか差し入れな。 やっぱしたいあ、はい、けど、はい、その私はジュースがええと思うねんってきてそうなんか。 お母さんが、ジュース、私はジュースがいいと思うねんけどって。うん、誰が飲むんと思って、その。いやいやいや、じゃあそのジ,ュジュースを差し入れするってどういう日本が <laughs> 一回言ってくれって怒りすぎ、怒りすぎ。めっちゃ恥かって。ジュースって何やねんって。<laughs> 確かに。いやいや、それでも、<laughs> <の>地元の、その、なんていうのあの、例えば、泉市のみかんとかのジュースとかじゃないのななかった。なんか。そジンジャーエールとか飲む。わからへんけど、もうジュースって書いてらもうそれが嫌で、私、飲まへんでってみんな。 飲飲むむってそんなジュースの下に「お母さんなんか稲けから」とか書かれたらもう嫌やと思ってだからもう言ってスタバの箱でなんか12杯ぐらい飲めるやつがあるからあれにしてって言って「泉市にできたからスタバが」って言って「分かった」って言ってこの間も下見行ってきてんってスタバも行って予約してでそのシティプラザ。 のまでの動線を下見してんて。そんな、下見いると思って、その。いや、違う違う、それだから、お母さん。ゃ本番、本番に当日行くには、当日行くのに。当日行てるだけでええねんじゃ同二人で下見したって言って。何が下見んなんそんな下見してくれてんねんから。渡すときに、お父さんが渡しに行くから、あの、 どうやって私に行ったらええか分からへんって言って、うん、なんか今度もう一回行くらしいねその,あの <laughs> 楽屋口があるのかないのかをあ見に行く会場ってことか 次もう一回行くとか言って、もうやめてそれ下見。いやいゃ変な人やと思う。この間行ったらシャッター閉まってて分からへんかって中がとて。いや、もう一回行く。じゃうお母さんじゃあバスとかね、一緒に乗っけてあげたらそれ一緒に行く。もう。それね、案内してあげたい、そんな。せっかくそんなやってたから。いや、お母さんはお母さんで、あ仲間引き連れていかなあかんから、そこの動線案内そこの断んじりを避けながらの、なんか、2台ぐらいで行くやって、お母さんはおかんで行くから。あ、その当日祭りやって。あるから、そこ、迂回ルートを回って。 るんかの話して避げてベジオカ祭りとだんじりの関係のあれで迂回ルートができるとそどできるというか分かれへんからいっぱい引き連れていかなが友達まあまあそやなそこはなそうそうそうでもそう八重みの風ホールって駅前やんかめっちゃ駅前そんなどうせとかないやんあれさ橋渡ってすぐ目の前やろ電車で来へんからな あ,あ、車,車で来るあの車で来るから駐車場なんかも、もう、よりよくったあ、でも、親からしたらもうすごいパニックやよ、それ。<laughs> どうやって入んの言て。かわいそう。スタバも多分初めてやからな。<laughs> <ー>スタバ、スタバ持ってくるのスタバ、うん、スタバ飲まへんしさ。 あいお母さんたちがね。そんなんそうだい稲田さん悪いやつお母さん普段行かへんやのところの差し入れを注文して、じゃそのジュース。ジュース稲田稲田家からジュース差し入れされましたんだけどびっくりするやろなんか液体かよって。あまい飲み物か。ジュース嬉しいいや。じゃあそのマジや稲田さんじゃこの間の週の単独の時お母さん思ってた半身タイガース饅頭はどう？あれじゃもっとなんか思ってないとおかしい。あれあのじゃあそれいやなんかおもろいや。おもろじゃん。 っ思いめっちゃ自分か食べるのジュースの方がなんかまだ誰かしない一日はさ1本絶対飲むねんから。<laughs> わざわざ神戸から来て、そのね、いや、で、いや、ええねんで、そのね、甲子園行ってきた帰りとかじゃないやその、その、甲子園帰りやったやろか。違う、違う、甲子園帰りじゃないやん、あれ多分。別日、別日で買ってきて、こんだけ、みんな、ありがたいけど、ありがたかったよ。そう、ジュースで文句言う人は、阪神タイガースまんにはもっと思ってるいとおかしいよ、いや、その恥ずかしいからな、もう、なあ。 いや,れいやだから何もな持っておこんでええよってそれはもちろんなうん、うん、それそれ言うしそれだって私なんか今それこそお母さんこの間会った時もそうやし稲葉、うん、さんになんか渡してほしいっていうい,いつもなんかもらうもしかない歯ブラシ20本とか何、うん、<laughs> なの分 <laughs> <か>けたや2人でだからその私はなんかいろいろ言ったせいで稲葉さんもう食べ物とか一人暮らしやし、うん、多分量足りないから「いらへん」って言ったら歯ブラシに変わってそうなね でんかその今い原さんあれでその家にあれもあるその一応今この時期もあるからて防災のリュックね井原さんがお稲造の分持ってって買った防災リュック3つ今家にもう一人誰かに渡してるけど中谷さんとか。 ちゃんとできてない人に渡してあげてって言,って言われて, <laughs> ち,っってちゃんとできてない人には入れといてや<か>ないや <laughs> いや嬉しいよもう一人誰に渡、ね、たたしたらいいよそうか,だから食べ物以外って言ったらそうなんのかそう,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 そうなっていろいろ考えてな <laughs> なってくるから <laughs> 恥ずかしいわ申し訳ない <laughs> 来るからさ目立たんといてやとは持ってんねん前回の民称祭りとはちょっとわけが違うやん <こ>の規模が、規模が正直もう違うし、うんうん、すごい全国から多分、お客さんがいただけるから、<laughs> ね、それはでもさそでもそ、そういう醍醐味でやってるから、ね、名称がまりで、地元密着で、うん、そのね、泉市第やから、だって、 同じぐらいの人数で来てくれるんやろ前と。え来てくれる予定ではあるけど。そうでしょう。うん、だって三十人おばちゃん並んでんの見てまうよそれ。<笑><笑>そ,れそれは申し申し訳ないけど。なんか前もなんかバレたやろ。なんか台風の前みたいななんかおかんが真ん中におるやろ。あそうなんだあれ。真ん中なんなんあれ。真ん中におったし多分周り知り合いやるだっていう感じでさおってくれたから。そ,それがいいねやんだから。それが醍醐味なか普通の寄せとかって違うね。<laughs> ライブと見内当てんのそれで見内がいい身内がいますの祭りとそういうもんだからどこ行ってそういう感じなのかそういえばで江さんだカエさんのさ来てあった宮崎のイベントも来てたよあのライブは見てはったんかな見てた見てたそうそうそうで最前列さんも見内の方やったりとする可能性もあったじゃ橋の方とかすごそう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 さすがにあ最前列に見内たも無理無理や無理やだから橋か橋の上とかもあるけどそう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 ミトリズボン踊りだったお母さん来てたでしょミトリズボン森山さんのね そそそうそうそういうもんだからでもそれはさ正直サプライズというかさまあチケット買って新しい。いやまあそうですねお母さんは確かに買ってたりとかね。うね、ん。うん 多分その団体では来てないから目立つこといるから嫌でほんまにでっかい車で来たらどうしよう2台って言ってたからでっかいシャトルバスとかで来たらどうしよう2人もお母さんかそこまで。スタバ運んでるお父さんとか見られたらどうしよう誰かに見られたらどうしよういや分からへん分からへんもん取りに行ったりやそれお父さんそんな結構なさご年齢やるんらそんな重たいであるコーヒー焼いてんの え、あの、あれやろうよ、あのスタバ。って箱のやつにしてやって言った。うん、かわいそう。そんな買いに行かして、その、ん、なんかのしは家にあったわ、もう。あ、それ包む用の。なんか、うん、中年ってるとこと、お母様の書いてた。わあ、似合う。より、似合う。みたいなニュアンスの。めっちゃちゃんとしてくれてるやつ。いや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 。そんなん、全然でいいからな。いや、それジュースでいいって言ってください。ジュース飲むね。飲むんで。ジュース飲みそうなメンバーであるよ。そら、そら。飲むねんから、そら、うん。 このラジオの後ですからね弁償が祭りは放送よりもまだあと1週間ぐらいですかねありますのでね,、はい、ねちょっと気持ち高めてね来てくれたらと思います、うん、他のね単独も一旦ね終わりましてそうツアーがだからそれも一応祭りで閉めるという形で、ねうん、タンクトップキッチンに関してはもう全公演延長再延長2回 2> す,、ね、すごいね、うん、すごい,いそう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 ん、ありがとうござい,いありがたいますに作ってくれたという声も 作ってくれてます、作り、作りましたよという声もいただいて、ね。そう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 。まあ、いろいろちょっと反省点はあるけれども。うんうん、でも、あの、料理としてはだいぶだんだん成長していってるなって。思いますよ。<laughs> 最後良かったね、東京。なんか、はい。 なんとかなってきたっていうのは、<laughs> そうそこはねやっぱねいろいろゲストのお肩でおで、なんてお肩で、お肩、ね、でいいですか？ゲストのおかげで、はい。お疲れした。ありがとうございます。なんかやっぱやっぱみんなになんかこれ,これ何これ全国ツアーのこれ何ってやっぱ聞かれたね。だいぶ <laughs> タンクトップキッチンの、<ー>いやでも結構タンクトップ欲しい欲しいという声もいただいてね。 タンクトップ。はい。ああ、欲しい。はい、タンクトップは結構あげたり、私結構ばらまきましたよ。え自分で買ってね。そりや、先生、そんなんしてんのそうよ、そうそうそう。自分で買わなあかんかったよ、あれ。自分で買わなあかんかったよ。あ、そうね。それ別にくれへんからさ。あれ、びっくりした私も。なんか私ら気にしないなんか。くれへんよな。いや、そういうもんなんじゃないのかな。も買ったりで大量にはね、結構買ったな。うん。 配ってんだよ。そうそうそう、結構く配ってで、まあ私のやつは特別のサイズやから、そうそうそう、それそれをまあちょっとあのでかい子にあげたりとかして、と何枚買ったかな、そうそうそう。で他も結構後輩とかも欲しいっていうから、あ、そうなんや。みんなもちろんさ、あの貯えと思ってるから。それなぜこれ聞いてびっくりすると思ってないと思う。それはな。それは思ってないと思う。これお母さんは持ってない。いやお母さん自分で買ってる。え？ 買ってんのすごいねお母さんとお母さんの友達二人がタンクトップ一枚でピースしてる写真を送られてきた<え> <laughs> ごめんごめん知らなかったお母さん買ってもらってんの申し訳ないわ買ってくれてんでごめんいろいろ買ってくれてすみません本数あのだってあるよあのユニバーサルオーバーオールのやつも買ってくれて,てえ そうなんやそうそうーバーオ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 ーバー多分買ってないから多分の担当してくれたねスタッフさんと LINE でやり取りしたんだけどなんかやっぱ熊本っていう名前の人からみたいな注文来てるんですけど多分そうですよねええってなっててそうそうそうで買ってそう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 そ はい。俺言わなかったなて思って。もっとお母さんに。いやいやいやええよよそんな。いざって本番になった時あんなマンジュ阪神の。ごめんごめんじゃ何回もしごめんごめんて。阪神阪神ってやめて。と更新カレーとね。更新カレーあったな。いやありがたいけど。そう。ありがとうございます。ええということで好き好きじゃ各種でリスナーさんからテーマ募集しておりまして今週はですね。好きなバーベキューの食材でございます。やっぱ秋にするタイプのバーベキューもありますから。うん。 今からはい昨日ぐらいから涼しになりましたね最高なんですよねここからやっとなんか半袖で楽しめるっていう感じです寒かったねいやいやそそんな感じですまずリリコさんリリコさん私はキャンパー歴5年の女ですあカチやおすすめの食材は肉巻きバームクーヘンですバームクーヘンに豚バラを巻き塩コショウかけてアルミホイルで巻いたら網の上にイン アメリカンドッグのような味で子供から大人まで楽しめると思います嘘でしょ一発目からすごいね <laughs> ぜひ紅しょうがのもいちょっと,思っ,もったとま思ってたのと違うのが来てますいや思ってたのと違うそのこんなアレンジの <laughs> すごいねめちゃくちゃうまそうやったことないバームクーヘンに豚バラを巻きつけるすごいあ<え>ああ,あもうあるんやこれあ思ってたら感じの違うんだあっホンの丸のホールのすごいバームクーヘンに豚バラ巻きつけていって 甘じょっぱい感じ。でうわ、これ絶対うまいわ。アメリカンドックグやるんか、これが。これやろう、家で。家で。ごめんなさい、ごめんなさい。できれば外で。バーベキューとして。今すぐにやりたいから。これやろう。これ。なんかでも、ちょっと違うんちゃう、フライパンでやるのは、まあ、まあ。トスターあか、クオン産地。あ、そうか、ちょっと。アルミホイルで巻いたらいいんやって。アルミホイルで巻いて。でや、いや、一回もしてからってことね。ちっちゃいバームクーヘンでやったらいいや。ん あそうね確かにああほんまやほんまや美味しそうこれすごいわやっぱケチャップなんかなだからアメリカンドッグなんかなそのままでいいんかまあ塩コショウとちょっと<ー>でも甘辛くしても多分ね美味しいでしょうし,しう甘じょっぱい感じね好きそう、うん、これ多分だからあのうんあ<ー>え,、うん、え,えこんな気になる いや,いや、山ちゃんなんか、いや、ほんま、ゆたかごで言う,うと。ゆたかごと。あ <laughs>、<laughs> 危なかったで。ええー、続きまして、塩太陽さん。はい、この三連休に、ちょうどバーベキューをしたので、そこで美味しかったものを紹介します。お願いします。パイナップルとバームクーヘンです。あ <laughs>、これバームクーヘン、今流行ってんの。<え> <laughs> 肉に食べ、飽きたところで食べる、甘みが増した焼きパイナップルと。 周りがサクッとして中がふわふわになる焼きバーームクーヘンど,どちらも初めて食べましたが美味しかったですバーベです、ね、バーキューでバームクーヘンを作る人もいると思いますが既製品を網で焼くだけ十分美味しかったです確か焼くだけでうまいんやなそういうことねうわもう絶対やろうどれど,どこで <Yeah. 笑> <laughs> い,いえいえ多分ちょっと楽しないで <laughs> パイナップルってさものすごい量買わなあかんやん。 まあさ、そうやな、生きとふさと。あれ楽しないやまず確かに。いや、もう、パイナップルはでも、缶詰とかでもいいんでしょ、言ったら、まあ。で、パイナップが十枚ぐらい入ってるやああ、まずか。多いねあれ。ルでっかりなってる。そうか。いや、これ、すごいわ。バームクーヘンって、すごいな。作る人おるんか、そう、確かに、こう、なんか、巻いてる、見たことある。あれもね、絶対時間かかるもんね。いや、あれはね、確かに、既製品。焼いいいゃんや、既製品でいいと思うだって、これ。 だって一生懸命やってマジでまずなる可能性あるんやんか。悲 <laughs>、ね、<laughs> しいなたち。もしかしたら。はい、うん。ああいいですね。いいですよこれすごいいいです<ー>もう今。今すごい音大きいわ。<laughs> <laughs> このメモは、うん、今日持って帰ります今日は。今日はって言い方するかあれですけど。あ <laughs> <そ> <laughs> やっぱこあのー、丸こうさ。 中かさんが選んでくれてるやつ玉ねぎとかやっぱ落選してるわ。玉ねぎですけど落選。いや言わへんねそういうのあんまり。落選してないやつのことあんま言わんといてそう。のそういうのそういうの玉ねぎはやっぱ落選するか。今日はまずこうねまさかここまでのようものがあるとは知らんか玉ねぎの人今日。バームクーヘンじゃないと勝れへんかもな。玉ねぎの人はほんまに何もアレンジ書いてないんか？その玉ねぎはえほんまにあの分厚く切る。 マジで、あの、え、つまようさしてるみたい、なやつかすぐ切ること、なんか、で、焼いた甘みが。あ、好きです。やっぱ、ごめんなさい、ほんまに、名前はね、気持ちよまないで、おきます。申し訳ない。かわいそう、自分、良かれと思ってさ。みんな、こういうことだと思ってたと思うで、ほんま、玉ねぎとか、強い人がおったから。次、あかりさん。あかりさん。ほら、ほら、好きなバーベキューの具材は、ジンギスカンです。 おえー、具材あそうだねできる北海道の大学に通っていた頃キャンパス内でジンギスカンパーティーセットというバーベキューセットが売られており、うん、敷地内でバーベキューができてたのでよく食べていました北海道やな、うん、ちなみにジンギスカンパーティーは略してジンパと呼びえー、えー、明日ジンパするなどと言っていましたお二人ゃたまには羊はいかがですかす私好きやからジンギスカンかなりでもね確かにでも外でやるなんだったら肉をね、うん、買わなあかんとハードル高いなこっちで東京で。 大学のキャンパス内でその新鮮なものが売っているということですか?。<laughs> すごい,よなこいぶあの、なんていうぞ、火立つと匂い面やん。確かにね。気になりますよ。焼いてもあんま匂いせんのかな、か臭みがあんまないんかな、ほんに。最高やん、大学内で。だって、やっぱさ、正直こっちに売ってるような肉やったしたらさ、<分>もう臭くて,ってなる可能性もあるやん。やね、周りの、周りに迷惑かける可能性もあるやん。わか,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 からんけど。ジンギスカン。すごいな。 いいなジンギスカンパーティー。いいやんでも確かに。でもなんかあっと言わせることはできるよな。その持って持っていた時きに。ほんうまい。でもうまい銭じゃないか美味しくないとこれだいぶちかばかだいぶな友達に嫌われたくからや。服に匂いつくしねあれあかりさんまたあかりさんか同じ明かりさんなのか。え待ってオラオラ同じやな。えすごい連チャンで。 えー、私が好きなのは椎茸のバター醤油ですあら <laughs> こういうのもあるのか椎茸の傘,の傘の中にバターを入れて醤油垂らすだけで絶品です小さい頃はなぜ大人たちが喜んで食べているのか不思議でしたが、ね、今では想像するだけでお酒が飲みたくなってきますわあそっか私なんか意外とバターを入れてなかったかもな椎茸になんか、ね、エリンギはバターのイメージあったけど<ー>椎茸はなんか醤油だけでいってたあのはははは傘の中に入れてねなんか水分出すやつ、うん、でも正直椎茸 エリンギと全然違うの。全然ちゃう。むちゃくちゃ美味しいと。思うだからどうなんよ、椎茸バターしたことないわ、今まで。椎茸の方が美味しいからな。いや椎茸の魅力分かる人同士でいいかなさ。うん、椎茸って置くだけで無理な人おりゃもう、その鉄板にね。うんまあ網に置いて、あのアルミホイルに置いていいかもしれない。はいはあはい、あ。ほんまに。鍋とかもね、食べれなかったりするやん、椎茸入ってもらうと、出汁出てまうから。さては桑本さん、椎茸もジンギスカンも微妙やな。 あごのじゃあの口口口間違えましたあのしいたけはごめんなさいジンギスカンはほんまに微妙なんですよ一発目食べたんが正直あ分かんないのよよくないのよそれそれね、あしゅ修学旅行うそう大阪出身の人ジンギスカンその理由多いねほんまにおいしいやつ食べれないんでそうやでわかるほんまにそうそうだからしいたけめっちゃ好きやからこれをやりますしいたけバターねあっと言わしたいねんなやっぱ周りのこう 途中から急に出して,出して次えー、五目ごはんさん五目ご飯んさんあーいいですね私の好きな食材は、えー、カマンベールチーズ丸々塊です、えー、カマンベーールチーズをそのままアルミホイル包んで焼いていろんな食材につけて食べます、はあ、チーズ好きにはたまらないですうわおしゃれやなこれやろそれはやるなチーズ本潤みたいな感じでいいんですねなななるねんここれなこれでも 出るって外側の皮ちょっと分厚すぎへん。うん。ね、んこれでもここはだからもうこのこのパターンになった時は、うん、だから最後ちょっと、うん、別で食べるんじゃないこの。ああそういうこと。溶けへんやろだってここ多分。ちょっと少なくない。あ中身が。うん、ああなるほどね。もう一個大きいのもっと食べたい。うん。三個買っていこく。もっと食べたい。 何で何回か言わして、か全然わかんないもっと食べたいやんおっきいの作ってくれって言ってんねんほんでずっと一滴油とかで見るあのチーズのやつを売ってくれとずっと思てんねん私うんいやあるとこにはでもあるんじゃないですかか重要ないね多分あんなに確かに見本みたいに置いてるもんなでかいですけど売り物じゃないですいな売ってほしいね私確かにねチーズねそのほうがあっという間するやろあれ持ってきてまあまあそのほがね確かにねすいませんまた文句ばっかり私かな

あれ今日、中野さん戦略がちょっと分からへんがわっていた。キーポン四員優さん。はい。私の好きなバーベキューの具はエリンギです。これ、今日。ちょっとかわいそうな順番ですよ。ちょっと。じゃ、あ玉ねぎ。よかったんじゃん。いや、まあ、ちょっとちゃうんちゃう、エリンギと玉ねぎ。中身がもしかしたらちゃう。え、バーベキュー食べるエリンギはなぜか非常に美味しいです。アレンジがあるんじゃない?。後日、バーベキューでのエリンギの美味しさを思い出して、エリンギを自分で買って家で調理しますが。やっぱりバーベキューのエリンギが一番美味しいなと。 微妙な気持ちになるというの毎年やってます。えスノエリンギス焼きのエリンギスやきアンケエリンがとんでもなく好きな人。家に帰ってあのバーベキューの味を思い出しながら食べる。いやわかります予想なんとなくね。エリンギね。うん。まエリンギは大好きよねだから。エリンギはね癖ないからね。だ正直ごめんやけど私も玉ねぎはやっぱさバーベキューセットって買ったときに。 絶対ついてく肉とかって絶対ついてくるやっぱなあの辺ちょっといらんなと思っちゃうな玉ねぎさつまいもいや玉ねぎ結構いるいなさとうもろこしここちょっとバーベキューに関してはねとうもろこしは桑原さん食べてそうなイメージあるいややろでも食べないのよえいやあのコーンはねやっぱ丸ごと食べないのよ私やっぱあのすったやつ天ぷらとかああいうのは好きやけどうん 野菜いらんってことじゃない、この先は。いや、でも、エリンギってキノコはめっちゃ好きやし。<ー>これから出てきたら、ナスビも好きやね。出てきません。出てきな。<laughs> なんでエリンギだけ採用され。てるキノコの好きなだけじなんか、そんなエリンギ好きやな、ね。<laughs> そうやね。うん、で、やっぱアルミホイル使う系やな、やっぱな、あっと言わせんのはな。え、何他ある?。 いやまあきのこ全部入れるのもそうやけどじゃがバターもそうでしょじゃがバターに関しては何本でもアレンジできるやん明太子のっけたりもできるしじゃがいももいらんけどじゃがバターにした瞬間急に集まってくるやつらおるやんか食べないなそううんそうかなどうやろ稲さんは何なんじゃ私この言うのあれやけどウインナーを家で食べへんねん バーベキューでしか食べへんねん焼肉かバーベキューでしか食べへんからわかるわかるだからあのシャウエッセンのあの感じとてつもなくうまいなバーベキューのあの上に置いてるウインナーな焼肉屋もうまいねんけどそうはじけた瞬間すっごいテンション上がるパーンってなって割れて油飛んできた時のあのあっちは私あんま嫌じゃないあそういや嬉しいと思うよそれ 誰がみんな嫌やと思ってたから稲田さん誰が嬉しいそのそういうんか稲田さんの周りのおじいちゃんたちが稲田さん絶対それ嫌うと思ってたからいや私あの時しか食べへんしなほんでほんまにいやうまいわなんかでっかいのもあるやんバーベキューの時にしか家じゃ焼かれへんようなフランクフルトの赤いやつでもいいあのオレンジみたいなオレンジ色の何色ってやつ何色も好き何の色あれっていうやつねあれもめっちゃ好き確かにねいやうまいわおさんはなす 今なんか言ってましたけど、なすびはとか言ってたけど、いや、私はねこう、食材っていうのもあるんですけど、あのうん、とりあえず、あの、あの、あ,あの串に刺してるやつ、金の、金具のね、うん、あのなんていうの、あの串に刺してたらなんでもいい、ね、とにかく串に刺したいんだね、肉、パプリカ、肉みたいな。はい、えっっと、と何がいいってこと、えっと かそえ、串。あ、ごめんなさい、具材で。具材、もう、あの、じゃあもう、じゃあ何で言うって言ったら、その、ほんまあの、アルミの串。違う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 、違う違うです。だって、あれ、アルミの串を食べてるようなもんやから、あれって。違うよ。あの串で食べるからうまいから、いや、私串でいいです、じゃあ。食材で聞いて、串ですっていう答えは、あの、食べです。いや、好きや大門でもいいや、もう。いや、こんな、こんなに出したら。途中で言ったらマシュマロやで、私。マシュマロも私、バーベキュー以外で食べないよ。 ええー。あのマシュマロは好きや、でっかいマシュマロ。何個食べれる ?1 よ。その一がい <laughs> でれがいやねんな。1かよって言われるな。先あのマシュマロの皮の部分だけでもいいぐらいあ,<ー>あの部分うまいや。あの、うん、焼いた時にめくれてくるあの皮の部分ね。うんうん、そうそうそう。それぐらいですけど。うちマシュマロ肉、マシュマロとかにもするときもある。え甘じょっぱいの。できんのそんな。うん、マシュマロ溶けへん先。 まあ,まあそ,こそこはだからちょっとだいぶ肉の名前やけどね <laughs> いや危ない危ないぐらい肉の名前やけど想像では <laughs> <laughs> まあまあそれはあるけど <laughs> <laughs> あるけど表面を焼いてるから一応 <laughs> そこはねもちろん今日やっぱちょっと一発目いやちょっとえバームクイーヘンに豚バラ巻いちゃおうがちょっと確かにやっぱキャンパー歴5年って書いてたわ確かにちょっと前半の方がすごい覚えてますすいません <laughs> <laughs> 覚えてるユーさんのエリンギは、うん いやエリンギはも,うもちろんエリンギが好きではあるのであるですけども <laughs>、うん、カマンベールチーズねあとねまあさっかいいか全部ね、うん、ジンギスカンとかがこれバームクーヘンのアレンジ系は確かに何ぼでもできうなこれうん美味しそう、うん、やっぱあったかいバームクーヘン美味しいからねで多分これバームクーヘンにカマンベールチーズつけて食べるのも絶対うまいからだからあの観、ー、音屋のねチーズケーキみたいになるじ甘じょっぱいチーズケーキ確かにねあこれええわ今私思いついたバームクーヘンの上にカマンベールチーズあのー この間ねマイルか中谷さんと酒、うん、井健二さんってねあの一回中谷さんとご飯行かせていただいて知り合った<お>なんかあの,あの絵をね描かれてる方<い>アーティストという、ねはい、方がいらっしゃってその人が渋谷のパルコで個展されてるっていうことで一緒に見に行かしてもらって、うん、で本当に何ですかやっぱちょっと私はもう語彙力がなさすぎてねやっぱちょっともうんて言葉やらしたらいいか分からないけどなんかとにかく見ててすごいというか、うん、なんかええ いろんなサイズだったんですよ、ちっちゃい絵。で、この、何ですか、A4 ぐらいサイズの、うん、あの、絵やったりとか、ほんまにでかい。もう壁に、うん、一面に飾ってるぐらいでかい絵やったりとか、で、まあ、いろんなサイズの絵あるんですけど、なんか、どれも、どのサイズもすごい、なんか、迫力あって。えっ、えー、と、人物がいや、違うんですよ。何ですか本当アートなんです。何ですか<ー>な何とかじゃない<ー>やつですかそうなんや。はい。で、絵を描かれてる。<ー>で,で、すごい、すごいなぁ。で もう圧倒されてすごいなと思ったんですけど、うん、その中谷さんがその一緒にその酒井さん横に寄ってくれたんですけど、うん、1>, 1枚ずつねこれ,これはなんぼなんですか っって,って、うん、でちっちゃいのって「これなんぼです」って「えっ、ねえー、こ,これでかいのなんぼなんですか?うん」いやいやこれはまあまあ大体このなんぼ」「えっ、ーえー、これでかいのはこんなんぼなんですか?うん」って「ちっちゃい」いいい「中中くらいのやつも中くらいのやつも、うん、こ,れこれはいいなんぼなんですか、うん、いやこれなんぼ」いや「えっ、ー、あそんなもんなんですね」っつって全,全値段聞いて回ってその <laughs> 全くまあ解剖せへんのにね <laughs> その値段値段だけ聞くって言ってそのえ ね、あれみたいになってて何それ <laughs> やばいやばいやばいシです八口ダブリガシプレゼンツ単独自ライブのオリジナルグッズが10月7日までラジオ関西オンラインストアにて先行予約販売受付中です独自なアクリルスタンドや着やすい T シャツなど盛りだくさん会場に来れない方も予約してくださいね大井菓は何か気になったグッズありますかはい僕がが作った一口焼き飯です誰が買おうね